川端です。よろしくお願いします。今回はですね、せせらぎ館今日数学デイキャンプということで、いつもは家で撮影してるんですけども、実はこちら側に、今日数学キャンプを、ね、受けてくださった方が、ね、いる前でちょっとね授業していきたいというふうに思います。今日のテーマはですね、これ条件付き確率と呼ばれるものです。この条件付き確率っていうのはですね、実は大人の方は多分習ったことがないんじゃないかなと思います。私が高校生だった時は少なくとも習いませんでした。比較的新しく出てきた単元なんですね。それが条件付き確率と言われます。でまずその条件付き確率というのは何かというとですね、ここに書きましたが、A が起きる時の B が起きる確率を条件付き確率と言います。まあ、例えばですね、サイコロを1回振ります。でサイコロを振った時に2の目が出る確率はと、サイコロ1回振りますよ、2の目が出る確率はって言われたら、もちろんいくつですか？6分の1ですね、はい、でただこれでですね、もう偶数の目が出ると分かっている時の、もちろん言いますよ、サイコロ1回振りますが、偶数の目が出ると分かっている時の2の目が出る確率はって言われたら答え変わってきますよね。偶数の目が出ると分かっているとき、偶数の目は2か4か6なので、これは偶数の目が出るって分かっているときだったら、これ6分の、じゃあね、3分の1になりますね。2か4か6のうちの2なので3分の1というぐらいになります。でこれをですね、確率で表すとですね、今、偶数の目が出ると分かっている時っていうのがある意味条件なんですね。で偶数の目が出ると分かっているその確率って、これ6分の3ですよね。偶数の目が出る確率は6分の3、これ A が起きる時の確率っていうのはこの偶数の目が出る。 でなおかつここに分子は A かつ B が起きる、これどういうことかっていうと、2の目が出てなおかつ偶数の目が出る、まあ、2の目が出てなおかつ偶数の目が出るってことは、要は2の目が出る確率ってことなんですね。で2の目が出る確率って6分の1ですよね。つまり6分の3分の6分の1で、これを計算してこれ6をかけてます。で3分の1と出してるっていうふうにも考えることができますね。なので、この A が起きるときの B が起きる確率がこのように出せるよということなんですね。じゃあこっちの問題いきます。問題ですね、今本当のことを言う確率が 80% の人が3人いますよと。でその時1枚のコインを投げました。で3人とも表が出たと証言しました。じゃあその時に本当に表が出た確率って何ですかという問題です。ちょっと問題がね、ちょっとややこしいかもしれないですけどね、まあ、本当のことを言う確率が 80% ってことは、まあ、100分の80なので100分したら5分の4ですね。で5分の4の確率が本当のことを言うんですね。ってことは嘘言う確率っていくつですか？嘘言う確率は5分の1。そうですね、嘘を言う確率は5分の1だっていうことですね。 で1枚のコインを投げましたと。で1枚のコインが投げたときに表が出る確率はって言われたら、これが2分の1なんです。だけど今回は条件があるんです。3人とも表が出たと証言した時の本当に表が出た確率ってことで、もう証言したっていうのがこれは条件付きなんですね。条件がついてるんです。じゃあ3人とも表が出たと証言する確率を求めなきゃいけないんですね。条件が3人とも表が出る。じゃあ3人とも表が出たって証言するときってどんなときですか？まずコインは表か裏かですよね。で3人 ABC としましょうか。でこの ABC の3人はですね、この1回ただ表が出たと。で A は本当のことを言って表が出たんだから
表が出たよと、まあ、トゥルーとしましょう。で、B も表が出たんだから、表が出たと証言した。C も表が出たということで証言した。こういう場合がまず、表が出たっていう証言のうちの一つですよね。表が出て、なおかつ A が、表が出た、B も表が出た、C も表が出た、本当のことを言ったってことですね。で、あともう一パターンが分かりますか？もう一つのパターンっていうのは、コインが裏が出ちゃいましたと。で、その時に A が嘘つけば表が出たって証言しますよね。A がもしも嘘ついたら、嘘ついたらポーズでしたっけ？A としましょうか。で、A が嘘ついて、B が嘘ついて、C が嘘ついた場合も、3人とも表が出たっていうふうに証言したってことになりますよね。この2パターンがあるんですね。じゃあ、その確率はどうなるのかって言われたら、まず表が出る確率は2分の1ですね。で、本当のことを言う確率が5分の4ですね。で、カーツなので確率掛け算します。まあ、例えば、サイコロ1回振って1が出て、もう1回サイコロ振って1が出る確率はって言われたら、6分の1かける6分の1で36分の1と出ますよね。それと同じ感じで勝つってことなので掛け算するんですね。で、本当の言うことが、5分の4、これも5分の4、これも5分の4なので、このように出るんですね。で、これ計算すると、ちょっと約分しませんが、5×5 で125、25×5 で125、125×2 で250ですね。250分の64になります。で、またコインが裏と出た場合、これ確率は2分の1です。で、で嘘を言う確率、これはさっき言った5分の1です、ね。だから2分の1かける5分の1かける5分の1かける5分の1。これを計算して、250分の1というのがあります。ということなので、今この条件付きの部分ですね、この表が出たと証言する確率っていうのがこれまたはこれなので、分母は、結局250分の64足す250分の1、これが分母になるんですね。この A が起こる確率、つまりこの3人が表が出たという証言する確率がこの確率になります。で、それ分の分子、A かつ B、つまりこの場合だったら3人とも表が出たと証言して、なおかつ、表が出る場合ですね。つまりこの計算ですね。表が出て3人とも本当のことを言うと、これが実は250分の64と出ています。なので250分の64という具合になるんですね。ということで、これ分母分子250倍することによって、計算すると、これ250かけて64足す1で65分の、まあ、ここピッピッて消えて64ですね。なので答えは65分の64という答えになるというわけです。皆さん分かりましたかね？はい、ということで、今ね、今日数学特訓キャンプということをやりましたけれども、次回はですね、もう撮りました。8月31日の土曜日の夜ですね、数学キャンプをやりますので、そこの見てる君、ぜひ行きなさい。はい、ということでね、めちゃくちゃためになったよね。あ、はい。ほらね。いい授業ですよね。はい、ということで、たまにこうやって授業も、ね、生授業も受けられますので、ぜひ、来ていただければと思います。以上で解説を終わります。では、ありがとうございました。